から財政金融委員会を開会いたします。委員の異動について報告ご報告いたします。昨日までに三木徹君、藤川正人君および勝部健二君が委員を受任され、その補欠として高野幸次郎君、中西佐和君および小沼卓君が選任されました。政府参考人の出。 出席要求にに関すする件についいてお諮りいたします所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省、酒税局長、住沢仁志君、ほか11名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご異議がないと認め、作用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行企画局長、清水誠一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議がないと認め、作用決定をいたします。 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。え、本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言を願います。西田